ロジスティクスコンサルティング部という部署に所属してまして、グループマネージャーを担当しております。お客様が荷主企業になります。中でも多いのはやはり製造業のお客様がお客様として多いんですけれども、物流の改善提案を実施して、で今でいうと、人手不足であったり、ドライバー不足であったり、料金の高騰であったり、そういったところの対策を、物流業界の課題を、見通しながら一緒にお客様と一緒に改善をしていくというのが私の業務内容になっています。